ねえアス、私アスに言わなければならないことがあるの。だからお願い、少しだけ時間をちょうだい。ごめんなさい、私つい。ねえアス、あのね、私本当はアスに軽蔑されるようなことばっかりしているの。私このことがバレないためにだったら何でもしようって思ったの。だってこんなことが知れたら一体周りからどう思われるか。それにあの人との時間も、あの人から命令されることも決して嫌じゃなかったの。だからそんな自分が余計に嫌だったの。私こんなんじゃもう生きていけないってそう思ったから、だから私あんなことを。でも私今まで散々アスたちにひどいことをしてきてしまったけれど、でもこのことだけはいくらあの人から命令されても従えないわ。だからアス、私の言葉を信じて聞いてくれる？ありがとう。団長の人に関してのことなんだけれど、その人に近づかない方がいいわ、アスの身のために。だってその人は、その人はこの国の人間じゃないの。あの異端の豊、きっと今までの襲撃にだって陰で関わっていたに違いないわ。本当よ、だってあの人がそう言ったのだもの。第一、ボルド人という証拠はちゃんとあるのよ。ねえお願いアス、その人に近づかないで。じゃないと、じゃないとアスまで私と同じような目に遭わされてしまうかもしれない。私それだけは絶対に嫌。そこまでは言えないわ。だって私あの人を裏切ったらきっと殺されてしまうの。とにかく団長の人には近づいちゃダメよ。信用してもいけないわ。なんだったら異端だということを告発して捕らえてもらった方がいいかもしれない。仲間？どうしてそんなことが言えるの？あの人はアスたちを騙しているのよ。そのことよく覚えておいて。Thank you.
あ、どうぞ。どうした、アス。何か僕に用でも？アス？どうした？何かあったのか？考えもしなかったが、あまり仲間を疑うようなことはしたくないが、そのこと念のため調べておくよ。万が一のために。じゃあ僕は少し用があるから、そろそろいいか。あ、お疲れ様。おかえりなさい、リン様。見るか。ル、どうしました、リン様。少し元気なさそう。お仕事大変だったみたいですね。でも温かいお風呂に入るか、美味しい食事を食べるかして、早く元気を出してくださいね。そう言われるとちょっと自信がなくなってきてしまいますけど、お食事とお風呂どっちにします？
る？あ、そうだわ、兄様。私、兄様に一つ聞きたいことがあるんですけど。兄様は今度開かれるとかいう聖騎士就任の祝賀パーティーにもうどなたか誘っているんですか？そうなんですか。やっぱり兄様にはちゃんとそういう方がいるんですね。でも兄様だったらきっとうまくいきますよ。ええ、私応援していますから頑張ってくださいね。私、てっきり兄様にはそういう方って特にいないのかなって思ってました。でもちゃんといるんですね。そうですよね。私バカみたい。ちょっとでも期待していただなんて。なんでもないです。気にしないでください。なんでしょう。私なんかにすごいですよね、それって。そうすれば兄様と、兄様たちと一緒にいられます？それで私でも兄様のお役に立てますか？はい、だったら私ユリシア様のお誘いをお受けします。ええ、でも正直なんで私がそこまで大事に扱われるのだか未だに実感が湧かないんです。リー様たちから後で話は聞きましたけれど、まるで他人の話を聞いているような気しかしなくて、正直を言えば別に私自身がすごいわけでも何でもないですし、でもそのおかげでユリシア様にも会えましたし、兄様とも一緒にいられるのだから